ドレル・ライトはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロバスケットボール選手、高卒選手の一人、ロサンゼルス近郊の高校からコネチカット州のサウスケント高校に転校し、全米クラスの選手として名を馳せたライトは当初はデポール大学に進学する予定だったが2004年の NBA ドラフトにエントリーを表明、マイアミヒートから19位で指名された。 しかし NBA 入り後は膝の怪我などに苦しみ伸び悩んだ。ちなみに2005から06シーズンは NBA チャンピオンを経験したもののプレーオフでの出場機会はなかった。2010年7月ゴールデンステートウォリアーズと3年契約を結び2010から11シーズンは自身初の全82試合フル出場を果たし平均16.4得点を記録。 ミップ候補にも挙げられた。2012年7月11日、三角トレードでフィラデルフィアセブンティーシクサーズに移籍。2013年7月10日、ポートランドトレイルブレイザーズと2年契約を結んだ。2015年8月16日、CBA の重慶ソワリングドラゴンズと契約した。2016年4月11日、フルスのマイアミヒートと契約した。 弟のデロン・ライトもユタ大学で活躍したバスケットボール選手で2015年度のボブ・クージー賞に選出され2015年の NBA ドラフトでは20位で指名を受けた。ありがとうございます。